5月9日、夕の御言葉。私たちは朝早くから葡萄畑に行き、葡萄の木が芽を出したか、花が咲いたか、ザクロの花が咲いたかどうかを見て。画家7章11節、12節教会は熱心な働きに入ろうとして、主が共に行動されることを望んだ。 すなわち、私は行きますとは言わず、私たちは行きましょうと言っている。イエスが私たちのそばにおられるとき、仕事は祝福されている。神の葡萄の木に手入れをするのは神の民の務めであり、最初の先祖のように私たちも御用を務めるために主の園に置かれている。だから立って畑に行こう。 正しい霊的状態にあるとき、多くの働きの中にあっても、教会はキリストとの交わりを良くすることに心を止めよ。ある者は積極的にキリストに仕えながら、同時にキリストと交わることは不可能であろうと想像するが、それは誤りである。言うまでもなく、外の働きのために、うちの命を浪費し、花婿のもとに行って、 彼らは私に武道園を守らせました。それで私は自分の武道園を守れませんでしたと不満を述べるのはたやすい。しかし私たち自身の愚行と怠慢以外にこのような結果がもたらされる理由は何もない。信者が何もしなくても最も忙しい人と同じように霊的命のないものになってしまうことがあるのは確かである。 マリアはじっと座っていたから褒められたのではなく、イエスの足元に座っていたために褒められたのである。ルカの福音書10章38節から42節。クリスチャンもイエスと密かな交わりを持つという口実で義務を怠るならば褒められるべきではない。褒められるのは単に座っているからではなく、 イエスの足元に座っているからである。働き自体が悪であると考えてはならない。それは大いなる祝福であり、私たちに恵みを下す手段である。パウロは伝道を許されたことを自分に与えられた恵みと呼んだ。コリント人への手紙第1、15章10節クリスチャンの奉仕は、 それをなす者に個人的な祝福を与える。キリストと最もよく交わってきた人々は、多くの暇な時間を持つ忍者ではなく、イエスのためにたゆまずにロークする働き人である。彼らがロークするとき、イエスは共にいてくださる。ゆえに私たちはイエスのために何事をなすにしても、 主との親しい交わりのもとでなすべきであり、その時こそ、その働きがまっとうできることを覚えよう。